ははいこんにちはシですおしゃれを頑張ってるように見せずにしゃれものを気取りたいと。これはね、40代を超えたメンズの永遠のテーマじゃないかなと思うんですよね。それをね、叶えるアイテム。一つ目は、このバルスタリーノじゃないかなと思うんですね。若者が着るにはまだ格が足りない。おじさんが着てこそツヤが出る。そんなブルゾンをね、今日はご紹介したいと思います。Let's get started! ハルバルスターね、非常に豊作です。定番のスウェードに加えて、撥水コットンとか、ストレッチコットンとか、いろいろね、今回モデルが揃ってきてます。すごくね、迷っちゃうと思うんですけど、一緒に迷っていきましょうということで、そのご紹介をしていきたいと思います。まずはね、スウェードのいつものバルスターブルゾン。 こちらですね。バルスタリーノなんですが、間違っちゃったんですね。残念ながらいつもはこれスリムフィットでオーダーしてるのになぜか今回間違えてレギュラーフィットをオーダーしてしまったんですね。本当に悲しいですよね。悲しいんですがせっかくね、レギュラーフィット買ってきたんでまあなんでレギュラーフィットをね、オーダーしてなかったかっていうと似てるんですよ。見た目が。結論からっちゃうと僕は大体スリムフィットで44はちょっとちっちゃいから46を切るんですね。で、このレギュラーフィットだと44を切るとまあ似たような感じになるということで、まあ、非常にこう迷わせ るなと思ったんですねこれを並べちゃうとスリムとレギュラーをだから、まあ、あえてスリムフィットのみにしてたんですけども、まあ、レギュラーフィットねレギュラーフィットなりの良さがあるのでちょっとその辺も今日はね見せていきたいなと思いますまずはねこちらのコーディネートせっかくレギュラーフィットということでダスティン・フォフマンよろしくレインマンのトム・クルーズよろしくやぼったいデニムスタイルをねやっぱりやりたいなということでこんな感じでしょうかこのバルスターって、まあ、100年以上前にイギリスのアパレルメーカーがイタリアにバルスター車っていうのを作って作り出したアウターなんですねだからちょっと、ね このバレスター見た時にあれこれ英国のブランドじゃないのって思う方も多分多いと思うんですがその通りでやっぱり英国の匂いが少しだけするんですね英国っぽすぎるともちろんそれが良さであったりはするんですけどやぼったい雰囲気になるんですがなぜこのバレスターがすごい人気があるかっていうとやぼったくないからなんですね機体としてはせっかくレギュラーフィットだからもっとやぼったくなるかなってそれを狙ってこのコーディネート組んでみたんですがそれほどねやぼったくなりませんでしたスリムヒットで46を着てる僕が46をそのまま着たらもっとダボっとしたんだと思うんですけどもあえてこれ44のジャストサイズで着ちゃって のでまあこんなな感感じじかなという感じですまずこれはこれでありかなっていったところでまず、あ、はそれ以外のコーディネートで見せていきたいんですがまずねやっぱりねこのバルスタリーのアスリムフィットあのレギュラーと関わらずなんですがやっていただきたいのはタイルアップのねコーディネートこれはねぜひチャレンジしていただきたいですこんな感じこれジャブスの断定ですかねドレススラックスにネクタイをしてっていう感じですかねジャケット代わりにバルスタを着るっていう方はやっぱりかっこいいのでね特におじさんがってるとめちゃくちゃかっこいいのでこれはぜひね世の中これを着て練り歩いてほしいなあ って思うんですよ、ね、でやっぱね、本当におじさんの昼休みスタイルみたいに見えないところが、やっぱこのバルスタリーの凄みかなと思っていて、ネクタイにブルゾンとか着ちゃうと、昼どっか何かコンビニに何か買いに行くおじさんみたいになりがちじゃないですか。そうならないのがこのバルスタの凄さですよね。で、一方でこれコットンでね、ちょっとやってみました。こんな感じです。今回ね、持ってきたのが、これストレッチコットンなんですね。今回のシーズンの生地なんですけども、すごいストレッチするコットンで着心地が非常にいいんですが、個人的にはやっぱりスウェードの方がかっこいいかなと思いますね。このコットンの方は、 若干その昼休みのおじさん感が出るのをすっごい気をつけないと危ない。ギリギリ危ない。みたいな感じになるので、そういう意味ではスウェードの方がいいかなと思うんですけども、それでもね、せっかくバレスタリーの買ったら、このタイルアップスタイルはぜひ試してほしいなと思います。ポイントとしては、一つ靴下をまず履かないということですね。靴下をね、履いた途端にね、結構やぼったく見えるんですよね。足元が重いというか。靴下もちろん履いてかっこよく決めることもできるんですよ。赤をバーンと決めるとか。できるんだけど、難易度めっちゃ高いので、まず靴下をシューズインソックスかなんかで、あんまりソックスが見えない ような感じで履いててあげるっていうのが一つ気をつけていただくのと、あと二つ目が、ネクタイをね、あんまりこう、サテンのこう、ビジネスっぽいものにしないっていう感じですかね。新入社員とか、リクルーターとかがしてるような、こう、レジメンタルのこう、キラキラ光ったサテンのネクタイって、めちゃくちゃビジネス臭がするので、そういうんじゃなくて、もうちょっと遊びの効いたものにしてあげるというのがいいと思う。で、それでも不安だって方は、もう思い切ってニットタイがいいかなと思いますね。ニット体だったら確実な遊びに見えるんで。で、おすすめはね、このアットバンヌッチのね、ニットイです。これ、ニットイって、普通はこう、細くて短いのが多いじゃないですか。 これアットバンヌッチのね、結構ちゃんとしたネクタイの形で、大きさで太さでニットになってるんですね。で、これすごい人気があって、アットバンヌッチの中だと比較的手が出やすいと。アットバンヌッチに憧れてる方が手が出やすく買えるっていうのももちろんあるんですけども、一方でね、付けてみると、すごい使える幅が広いんですね。ニット帯を普通のネクタイの大きさで作るとこんな楽なんだって思うぐらいに、スーツでも使えるし、ジャケパンでも使えるし、こういう遊びの効いた時も使えるし、何にでも合わせやすいってこともあって、すごい人気です。毎シーズン入ってくるとすぐなくなっちゃうので、 欲しい方は、一応、再入荷通知というのがうちありますので、そちらに入れといていただいた方が確実です。大体デリバリーがシーズン帰ってくるとすぐなくなっちゃうので、一応、フォローオーダーも入れるんですけど、すぐなくなっちゃうので、はい。話戻しまして、今度、ベージュのね、コーディエイトですね。こんな感じです。まあ、これが一番使いやすいコーディエイトですかね。まあ、ネイビーのパンツにカットソーを着て、さらっと羽織ってあげるという感じの使い方。これは本当に普通のメンズブルゾンとして使うやり方なんで、まあ、こういう感じね、春らしくていいですよね。明るい色ね。こういう色もいいかなと。 あとはね、スニーカースタイルですね。ポロシャツにスニーカーみたいなのでて、そういうカジュアルスタイルに羽織ってあげる。というのも、ジャケットをね、ここで着てあげてもいいんですけども、ジャケットが硬すぎるなっていう時であれば、バルスタリンの着てあげるだけで、しっかりしたシチュエーションの場所に行くという時でも、全然恥ずかしくないという感じになるかと思います。 続いて、ここからはね、スウェード以外の生地ですね。値段も少しね、買いやすくなってくるので、これから初夏から夏に向けてっていう意味では、すごくはかどるかなっていうものですね。まずはこのコットンストレッチ。いつもは撥水コットンのものなんですけども、それにこう、ストレッチがかかったモデルが今回出てきたんですね。これはいいなと思ってオーダーしてみました。まずはカーキーですね。こんな感じです。パンツはね、ジャブスのね、テクノデニムっていう、まあデニムっぽく見えるね、もののマサッチョ。で、これにポロシャツということで、まあこの2つのポロとこうデニムっぽい生地だけでも、全然やぼったく見え 見ないのですごく綺麗なシルエットなんでこれだけでもおすすめなんですがこの上にさらにバルサーのカーキを着てあげてドンとこんな感じですかね色とかねアイテム自体は特に空うないんですけどもまあ全然これだけでも十分おしゃれに見えるというのは楽でいいですねで続いてね僕が着てるのもそうなんですがストレッチ効いたコットンストレッチのベージュがこんな感じですパンツはねウィンコテックスのリネンのちょっと太めのパンツにジョンスメドレーかなのニットの T シャツを着てあげて羽織るという感じですごい淡い色合いでこうねアースカラーでこうまとめてあげているので夏らしくてすごくいいかなと 思いますあとは、まあ、いつもの血のパンに白い T シャツっていうのに対してネイビーのバルスターを羽織ってあげてこんな感じですねでスニーカーという感じでほんとカジュアルでも使いやすいということになりますで次がちょっとだけ値段が上がるんですけどもこれもすごい面白くて、まあ、去年もね同じようなあのコンセプトのものすぐなくなっちゃったんで多分今年も人気ありそうだなと思うんですけどもパッカブルになる「は水スーパーライトブルゾ」というのがありましてこちらですねこれねすごいですあれ雨かな雨かもしれないあ、そうだ スイバルスターがあったよ。これを着れば。 安心だみたいなね。パッカブルになるんですね。カバンにパッと入れることができるので、非常に便利と。バサッとこう広げてあげると、レインコート代わりになるよという感じですかね。で、これ面白いのが、あの、2色あるんですけども、ちゃんとね、パッカブルになるように、生地がこれ、すごい薄いんですね。で、シワもちょっとなりにくいんですが、加えてね、このリブ部分もね、すごい薄く作ってあるんですね。なんでこれリブがこれ、いつもと違うんだろうと思ったら、多分、パッカブルにするために、めちゃめちゃ軽く作ってあるんですね。なもんで、この辺のちょっと仕様がいつもと違ってですね、 普通このリブってリブに直接ボタンが付いてるんですけどもちゃんとここにこう違う生地がっ貼ってあってこのボタンの部分だけはそのリブじゃないところでボタンを閉めるという風になってますこういったところもねなんかいい加減にこのリブにそのままボタンつけてはいどうぞってやっちゃいそうなところなんですがまあやっぱりこのバルスタリーノを作り続けてるだけあってですねまその辺の強度設計とか見た目の設計とか上手だなとで中がちょっとこういうふうにネイビーでネイビーだと地味なんで裏だけこうダブルフェイスっぽくちょっと緑にしちゃったりとかそういう洒落たこともしてくれてて 非常にいいなと で、驚いたのが僕実は撥水なんでせっかくだから上まで締めてみようって言って今回締めてみたんですけどもめちゃくちゃこれね気持ちよかったですバルサリーノって上まで締めて使えるんだってちょっとね改めて思ったぐらいにあのリブなんでね全然首元にストレス来ないんですねかつこれ柔らかいんで全然これ本当に締めて活動可能だなっていうことで春秋ちょっと寒くなってきた時のインナーとかにすごい使いやすそうでした加えて違うバルサリーノもちょっと締めてみたんですねそしたらちゃんと締めても全然使えるんですねごめんなさい僕なんかあんまり締めて使う印象がなかったんだけど締めるとね結構 結構かっこここよくてれれはこれで、スタイリング使えるので皆ささんもぜひ試してみてみくださいであとね、この NAB 以外にもこちらのベージュがありまして、こんな感じですかね。白いスニーカーに緑のポロシャツの上にサッと着るとかいうのもいいですよね。春なんで、こう明るい色ってめちゃくちゃ使えると思うんで、特にマースカラーとブラウンとか、そういう色味のものとブルネの口紅的な感じで合わせていくっていうのは、すごいおしゃれなんでいいかなと。で、自分に自信ある方ね、自分の用紙に自信ある方はこちらですかね。ピンクのポロシャツに白で締めるみたいな。こんなの俺絶対で できないわ <laughs> めちゃめちゃかっこいい人じゃないとこれちょっとやれないわと思うんだけど大塩谷さんはめちゃくちゃかっこいいからできるんですけども、まあ、自分に自信ある方はこのコーディネートありじゃないかなと思います。 はい次ねナイロンのブルゾンですねこれもね面白くてリモンタではないと思うんですけどリモンタナイロンっぽいなんかキャシャですごくこう光沢感のあるあの綺麗なナイロンを使ってるんですね動画で見るとあんま分かんないと思うんですけど印象が全然違くてですねかなりモダンな印象ファッションによった印象に見えますファッションっぽいジャケットっていう感じに見えますかねこれね結構僕は気に入っててありだなって思いましたもちろん他のバルスターもすごいいいんですよいいんだけどなんかこれだけはねなんかちょっとファッションっぽいというかファッションアイテムっぽいんですよねなんか スタジャンにも似通るオシャレ感があるというか今っぽい感じが市場にあって買っちゃおうかなってちょっと思う,思うというかなんかすごく他のバルサとまた違った魅力があるんですね多分この生地のせいだと思うんですねフィッティング変えてないと思うんですけど気持ちこうアームも太めみたいな感じになってるような見えがかりをするのでなんか非常に今っぽいですねで唯一弱点で言うとなんかこうやってねロバストねなんかね手がこうやって短くなっちゃうんですよねストレッチも効いてないし他のストレッチ効いてないやつはこうならないんだけどこのナイロンのやつだけどなぜかねこうやって腕伸ばすと腕がこう出ちゃうんですねで初めなんだよと思って これはこれでもういいんじゃねえかってちょっと思うようになってきてですねなんかこれはこれで別になんか,かっこよさそうじゃないですか。 トップガンみたいっていう声がありますけどそれはちょっと違うと思うんですけどここが細いパンツでここ引っかかってこうやって上がっちゃってるイタリージンとかいるじゃないですかなんかそれはそれでかっこよく見えるみたいな世界でありじゃないかなそういう意味ではそう MA1 っぽいんですよねちょっとトップガンの MA1 っぽいというか,か印象が随分変わるのでこれかっこいいなと思ってで46だったらどうなるのかなと思ってちょっと着てみますねちょっと46ねこんな感じでちょっと森氏のお買い物コーナーみたいになってますけどなんかみんな何を見せられてるんだって今ねハテナがすごい46でもですねこうやって ってやるとあまあなりにくいはなりにくいんですけどこのリブが少し緩まってくればもしかしたらなんですけど上上げたりするとやっぱりこうちょっとだがっちゃうということもあって。 で見た目的にはやっぱり4 4の方がかっこいいんですよね。これレギュラーフィットなんでやっぱ4 6だとちょっとぼさっと感が出るというかいう感じもあってまあ4 4であれもいいやって言って着た方がいいのかなっていうふうに思ったりしてなんとなく試着してましたっていう感じです。これすすごいかっこいいですなんとなくねワイドパンツと合わせたりとか今っぽく着たいとかなんかそのトップガンマーヴェリックみたいな名 a っぽくちょっと着たいとかいうパッちの方はあの辺り狙ってみてもいいかなさっきのウィンってなるのが許せるんであればいいかなと思います。 であと最後に、ね、これもあのもうちょっと在庫少ないんですが定番のヘリテージ破水コットンナイロンですねこちらになります例えばネイビーだとこんな感じで,ですかねで着てみたりとか。 あと、ベージュでこんな感じですかね。で、これはね、あの、さっきも言ったように、スリムフィットなんですね。だから46でサイズは着てます。で、ちなみにこのね、スリムフィットで44着るとどうなるのということで見るとこんな感じになるんですね。だからちょっと丈短く見えますよね。だからやっぱり僕は46で着た方がいいかなっていう感じなんですが、まあこのレギュラーフィットの場合は44、スリムフィットの場合は46っていうのがなんとなく適正かなっていうふうに思ってます。こちらの44で着てるみたいに、ちょっとタイトめのブラックデニムと、ちょっとこう短めで合わせたいよって言った時には44とかもいいんですけども、 多分そういういねスタイルに応じてわざわざ来ますみたいなことをわざわざしない方の方が多いと思うんでであれば46着た方がいいかなというようなサイズ感になってます。 というわけで今日はね、親父が来て様になるバルスタリーノのブルゾンをご紹介しました。季節に入ってくるとすぐなくなるので、早めにチェックしてください。というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとインスタグラムもね、ミノファイブというアカウントやってまして、この辺のまあスタイリングいろいろ見せてますので、ぜひね、チェック、フォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。 はい、ありがとうございます、えっとね、ちょっとバルスターね、本当はちょっとバルスタリーノ以外のものもいろいろ展開したいなと思って展示会には行くんですが、まあ、やっぱりバルスタリーノがいいなというところが大きいんですね、ただ個人的にすごい気に入っているのが、トレンチコートとタイロッケンコートが出してですねバルスターっていうとコートから始まってるんで、それのめちゃめちゃオリジナルアイテムとしては、すごくかっこいいんですね、まあ、こんな感じです、トレンチコート。なんですが、今回の展示会からちょっとね登場しなくなっちゃって、まあ、しばらくちょっとお休みするかもなんて言ってたんで なんで、まあ、欲しい方はちょっと今ある在庫のうちから早めに選んでいただいた方がいいんですけども、まあ、いつ復活するのかなと思って期待をしてるんですけどね最近やっぱりメーカーもいろいろこう、まあ、アパレルの経済状況ってそんなにめちゃくちゃ調子がいいわけじゃないので結構モデルを絞り込むみたいな動きはあってですね、まあ、そういう定番的にやってたものも少しずつ減ってくるとかっていうこともあるので、まあ、そういったところねちょっと寂しいなと思いつつ一応ご報告という感じです。